念願の iPad Pro を手に入れたぞ。予備機として検討していた Mac mini を取るか iPad Pro を取るかのリサーチに時間かけすぎてしまったけどな。2週間とか遅れなくてマジ良かったわ。いやまあそうなんだが、おはようございます。バーチャルクリエイターテルナリコーヨーです。先週いよいよ最新の iPad Pro が発売されましたが、皆様は発売日に獲得できたでしょうか。俺は残念ながら失敗しました。前モデルと同じ価格水準だったら間違いなく Mac mini だったんだけど、あんな値段になるからそれは迷うだろう。しかし2日遅れで手に入ったのでご安心です。今注文すると大体 2,3 週間前後ぐらいにはなると思うので、検討されている方はじっくりと到着を待つといいでしょう。 iPad といえばもはや全世界でメジャーとなったタブレット端末の代表格。俺もルミナスタジオ名義で活動する前の2010年5月の発売日からは実は初代を持っていました。ただ実際に使うとなると iOS は Mac に相当するような機能も性能も持ち合わせておらず、結果的に iPad を使うケースは少なかったのも事実でした。そこから8年の時が流れ、技術は目覚ましい進歩を遂げました。ついに今回の iPad Pro は MacBook Pro に匹敵する処理性能を獲得するところまでに至りました。 OK、 焼けるぞ。とはいえリアルに実在しているものを V のもの状態の俺がどうやって開ければいいのか、いや簡単なことですよ。リアルハンドアバターが役に立ちます。では開封の儀始まりでございます。ここからは超アドリブだかな。開封の儀スタートでございます。やっぱりね、アップル製品を開けるときはね、なんというか満たされていなきゃダメなんですよ。さあビニールを外して蓋を開ける準備を完了させます。さあ蓋を開けて本体をご開帳。あ、おお、意外にそんな大きくない。 12.9 インチなのに。これやべえ、軽くね、思ったより軽いんだけど。おお。で本体のビニールも剥がして本体を出します。美しいですね。しかもやっぱり軽いなこれ。いやーすげえ、すごいしか出ない。電源を入れる前に、今回は SIM フリーモデルでございますので、SIM カードを先に入れましょう。今回用意したのはね、Apple Store で購入したもんですので、これまで使っていた IIJ Mio の SIM カードを挿入して電源を入れましょう。やっぱりこれからは、格安 SIM なんかね、自分の iPhone XS も、ね、SIM フリーだから、そろそろ、三大キャリアを卒業してもいいかな。どうしよっかな。おいおい考えましょう。ネタにもなるしね。よし、さあいよいよ電源が入ります。電源はね、これまでの iPad と同じ場所にあるみたいです。あー、着いたー。イエーイ、初電源投入です。で、移行に関してはね、これまでの iOS 端末と同じようにクイックスタートができるようになっております。いつもね、この動く画像を iPhone のカメラの方で撮ればってか押さえれば Apple ID をそのまま iPad の方へ移行できます。で、改めて持ってみました。やっぱりくっそ薄いし、予想以上に軽い。12インチなのにですよ。うわぁ、やばいわ、これ。生贄に捧げ損ねた初代 iPad と今回の iPad Pro を比較してみました。実際に持ってみると、最初期はここまで分厚かったのかと改めて驚きます。
12.9 インチの今回のモデルと比較すると数字でもその差がはっきり出ていました。 50g 以上の重量差に厚みは3分の1。なかなかいいアップグレードを重ねているんじゃないでしょうか。オプションはまだ到着していないので進化を発揮するまでには至っておりませんが、車に装着してテスラ車みたいな大型波モニターとして使えるのもかなり有能。来年にはフォトショップも使えるようになるんで、コンテンツ制作の一部を iPad へ移すことも不可能ではなくなりました。 USB-C 接続のおかげで多様なデバイス互換性も効くのはいい改良点です。ライトニングとは何だったのか。 USB-C になったおかげで SSD との接続もかなり容易になることでしょう。ちょうど俺もブラックマジックポケットシネマカメラ 4K を注文している最中なので、ビデオデータの仮編集を iPad 上でなんてこともできるかもしれません。でも iPad Pro ってプロレスとかシネマ DNG 対応してんだろうか。今回の新しい iPad Pro、 プロデューサーのアンジェリカも太鼓判を押す上質なクリエイティブツール。これから何かを始めたい人も、モバイル制作を極めたい人も、ぜひ実店舗で手に取ってその可能性を確認してみるといいかもしれません。